んな、まあ、スモラバーアイランドなら、泳がすときこんな感じですかね。ダウンショットとかやるときはもう糸ずっと弾いてやる。この時っていうのは当たりはまずほとんど取れないですから、持っていかん限り当たり取るのはこの時ですね。止めた時、これで来なかったらまた糸を利用してパンパン弾くって感じ。糸を弾くってルアーを動かすっていうイメージじゃなくて、糸を弾くってずっと糸を弾くって。疲れないです、ね。この時点で当たりを、多分バスが来るとこういう当たりが出ると思うんですよね。聞きながらこういう、この程度だと多分バスもね、そんな違和感は感じてないはずですから、こう当たりが出てもこれ小さい当たりが取れる。スモールバスが多分当たりも これぐらいですからね。こんな当たりですからねなかなか見ててもね難しいと思う。こんな当たりですからね、スモールバスが。ラージとか言うともう大きいですよ、当たりは。ある程度引っ張ってあげても、まあ、この辺で聞いてても多分そんな引っ張ってる抵抗はそんなないですから、ソリッドの多分おかげだと思うんですけど、これは当たりを取るんだで、かける。この辺だけの仕事ですね。この辺で仕事してしまうっていう、こういう感じ。またかける、かける、聞いて、あった、どっからでも掘れるよ。まあこれなんかもそうなんですけど、まあ僕はこれ絶対釣れるって思ってる、まあ形とかそういうもんなんですけど、まあいろいろあるんですよね。実際トーナメントで使ってて釣れるなっていうものもあるんですけど、まあそれをね、これから徐々にちょっとこうやって見せていきたいなとは思ってるんですけど、あんま見せたくもないっていう部分があるんで、まあそれは微妙な部分なんですけど、まあいろんなルアーを見せていきたいなとはこれから思ってます。